東川の桜並木所沢市場荒い付近の東川東川は埼玉県所沢市を流れる柳瀬川支流で荒川水系の一級河川である。朝日橋より下流は桜の名所としても知られ、春先は川を覆う桜の見物客で賑わう。所沢市、三ヶ島の狭山川丘両北部から所沢市内の中央部を西から東に流れて、 所沢インターチンジ付近の浄化橋先で柳瀬川に合流する。途中、稼働の上に構造物を渡す、もしくは暗挙化され駐車場となっている区間がいくつかある。また、一部区間は地下排水路との二重構造になっている。川幅が狭く浸水被害が比較的多い。市街地を流れる部分は、 ほぼ全流域に護岸がなされているが、大雨が降ると頻繁に溢れるため、1992年7月の集中豪雨による78個の浸水被害発生をきっかけに1995年度から床上浸水対策特別緊急事業及び総合治水対策特定河川事業により河川回収が図られ、人口密集地のため稼働を広げる余裕がないことと、 桜の名所ともなっている景観の保護の面から地上を流れる稼働のもとに地下排水路が作られた。工事の結果、市内中心部を流れる、区方橋から上橋下流に至る 2.5km の区間は地上稼働と地下排水路とに二重構造化されている。下流より、ありがとうございます。